ヒズボラ、ヒズボラ、本寺、別称レベニツヒズベラ、法ーリ,ンリレーションズデパートメント、FRD、エクスターナルセキュリティオーガニゼーション、エースは、1982年に結成された、レバノンのシーア派、イスラム主の政治組織、武装組織。日本の報道機関では、ヒズボラと表記されることが多いが、アラビア語の発音では、ヒズブラー、ヒズボラー、アラビア語で、 神の塔を意味する。イランとシリアの政治支援を受け、その軍事部門は、アラブイスラム世界の大半で、抵抗運動の組織とみなされている。日本、欧州連合、米国、オランダ、バーレーン、エジプト、英国、豪州、カナダ、イスラエルは、ヒズボラの全体、または一部を、テロ組織に指定している。レバノンを中心に活動している、求心的シーア派。 イスラーム主義組織でイラン型のイスラム共和制をレバノンに建国し、非イスラム的影響をその地域から除くことを運動の中心とする。反欧米の立場をとり、イスラエルの殲滅を掲げている。ヒズボラはレバノン内戦の最中の1982年、イスラエル軍によるレバノンでの軍事作戦への抵抗を契機に生まれた。イスラエルの軍事作戦は南レバノンのテログループによる テロ攻撃と、シュロモアルゴフ中英国イスラエル大使への暗殺未遂事件に対する反撃として遂行された。ヒズボラ指導部は、イランのアヤトラホメイニの訓導を受け、その部隊はイラン革命防衛隊から訓練を受けて、組織された。ヒズボラの1985年の宣言は4つの目的として、イスラエル抹殺の準備段階として、イスラエルをレバノンから最終的に撤退さること、 レバノンからあらゆる帝国主義勢力を追放すること、キリスト教マロン派系の極右政党、民兵組織であるファランヘ党を正義の支配の下に置き、その犯罪行為を裁判にかけること、完全な自由のもとで希望する統治体制を選択する機会をレバノン国民に与えることを挙げる一方でイスラム支配への系統を隠そうとはしなかヒズボラ指導部はまたイスラエル国家を シオニスト組織と呼び、その破壊を求める数々の声明を出してきた。イランとシリアが組織を支援していると言われており、特にイランは組織設立時の関与や武器供給などヒズボラと密接に結びつき、一部の活動はイランの指示によるものとされている。スンナハムスリムが多いサウジアラビア、ヨルダン、エジプトなどはヒズボラの行動を批判している。シリアは主として、 広報補給拠点や訓練施設、要人の自宅などを提供しており、イランから空路で到着した物資や人員は、ダマスカスベルート街道を陸路で通り、レバノン国境を経てヒズボラに供給されていると言われる。1980年代以降、レバノン国内外にある欧米やイスラエルの関連施設への攻撃を相次ぎ起こした、口述の軍事行動参照。 1983年には首都ベルートで4月に米大使館10月に米仏海兵大兵舎を自爆攻撃し米仏軍を撤退に追い込んだ。翌1984年にはアメリカ中央情報局 CIA 支局長を誘拐し9月に米大使館へ再度の自爆攻撃を行った。CIA 支局長の誘拐計画について イスラエル参謀本部長法局、アマンは、ヒズボラに潜入させたスパイを通じて察知し警告した。だが、当時の中東では過激派でもあっても、アメリカやソビエト連邦の機関への攻撃は、タブー視しており、アメリカは、深刻に受け止めなかったという。1992年以来、ヒズボラは、ハサン・ラスルラーフが率いている。2000年に、イスラエルがレバノンから撤退した後も、 イスラエルへの攻撃を繰り返している。2006年7月に、イスラエル軍部隊と交戦した際、投降した兵2名を捕虜にした。この結果、イスラエルのレバノン再進行を招き、全面衝突となったが、同年8月14日に停戦が成立し、現在に至っている。一説には2006年新攻撃はレバノンにおける、ヒズボラの政治的地位確保のための行動とも言われる。 レバノン国軍に勝る軍事力を持ち、レバノン政府から施設運営費を得ていくために必要だとされるが、その動機などは追求されていない。なお、ヒズボラ自身は2006年の対イスラエル戦について歴史的勝利と主張している。2018年、イスラエルはヒズボラがレバノンからイスラエル領内に向けて地下トンネルを掘っており、その破壊作戦を実施すると発表した。 少数の民兵組織から始まったヒズボラは、レバノン議会に議席を許し、ラジオ、衛星テレビ局を持ち、社会開発計画を実施する組織へと発展を遂げた。ヒズボラは、レバノンのイスラム教師や派住民からの強固な支持を受け、数十万人規模のデモを組織する能力を持つ。ヒズボラは2006から2008年、他の政治勢力と協力し、 当時のフワードシニオラ首相の政府を相手、ドリ抗議行動を開始した。ヒズボラによる通信ネットワークの保有をめぐる、その後の論争は衝突に発展し、ヒズボラ率いる抵抗勢力はシニオラ首相に忠誠を誓う、政党、未来運動の民兵組織が支配する西米ルートの複数の地域を制圧した。これらの地域はレバノン軍に引き渡された。2008年には、 巨国一致政府が成立し、ヒズボラを含む野党勢力は全閣僚ポスト30のうちの11に対する影響力を確保し、事実上の拒否権を手にした。2018年の総選挙では、同じシーア派のアマルやキリスト教勢力との連携派閥がレバノン議会の過半数以上を確保し、政治的な影響力はさらに強まっている。ヒズボラはイランから軍事訓練。 武器、財政支援を受け、シリアからは政治支援を受けている。2000年にイスラエル軍が南レバノンの中流を集結させたことを受けて、ヒズボラの軍事力は著に増大した。2008年6月、国連がイスラエル軍のレバノン領からの完全撤退を認定したにもかかわらず、同年8月、レバノン新内閣はヒズボラが軍事組織として存続することを認め、ヒズボラが 占領地域を解放、または奪還する権利を保障する政治宣言を全会一致で了承した。1990年代から軍事部門と政治部門の分離が進められ、1992年に軍事部門、レバノンイスラムの抵抗は、形式上ヒズボラとは無関係な独立機構に分離された。その他、ムハンマド・フナイシュ、前水資源、エネルギー省。 日本の公安調査庁は、平時の戦闘員は、最大4万5千人で、そのうち2万千人が常勤で約7千人が、シリアで活動しているとされる。非常時には2万5千人程度を、動員可能と見ている。毎日新聞の報道によると、戦闘員は1人弱、戦時動員で2万人以上で、対イスラエル攻撃用のミサイル、ロケットを、約15万発干している。 ヒズボラは一般に過激派組織とみなされているが、パレスチナの過激派ハマースのように選挙に参加している政治組織である。独自の議会会派、レジスタンスへの忠誠を結成して、議会選挙では1992年8議席、1996年7議席、2000年12議席と議席を毎回獲得し、2005年7月には連立内閣に参加した。 また、貧困層への教育、福祉ネットワーク、2002年のデータで、学校休校、病院3カ所、診療所13カ所を運営を作っており、それゆえに貧困層からの支持は厚い。2007年のイスラエルとの戦いの際にも、被害を受けた人々の直接的な援助を行っている。インターネット上に、複数のウェブサイトを開設しており、テレビ局、アルイコールマナール。 ラジオ局、アンイコールヌールー、週刊誌、アルアフドも運営している。2005年2月14日、レバノンでラフィク・ハリリ元首相などを乗せた車列が、ベールート市内を走行中に、道路脇に仕掛けられた爆弾が爆発し、同市を含む22人が殺害された。ラフィク・ハリリは1992から1998年、2000から2004年に、レバノン首相を務めた。 2009年、ハリリの暗殺事件を審理する国連特別法廷がヒズボラが同死殺害に関与した証拠を発見したと報された。2011年6月30日、ハリリ殺害事件捜査のため設置されたレワノン特別法廷はヒズボラ幹部4人に逮捕状を出した。同年7月3日、ヒズボラ最高指導者のハサン・ナスルダーフは起訴事実を否認し、 同法廷をヒズボラに対する陰謀であると急断し、逮捕状が出された幹部は、絶対に逮捕させないと言命し、ヒズボラは長期にわたって、アサド家率いるシリアの政権与党バース党の同盟勢力であった。ヒズボラは、シリア内戦で、同国政府による反体制派の弾圧に協力してきたとされている。2012年8月、国連はヒズボラが、 同内戦に関与したとして制裁を加えた。最高指導者のナスルラーフはヒズボラがシリア政府の側について戦った事実を否定し、同年10月12日の演説で当初からシリア反体制派はマスメディアに向けてヒズボラが3000人の戦闘員をシリアに派遣したと主張してきたがヒズボラは否定したと語った。しかし、レバノン氏デイリースターによるとナスルラーフは 同じ演説の中で、レバノン国籍のシリア派住民居住地である、シリア国内の23の戦略的に重要な村の支配をシリア府が維持することにヒズボラ戦闘員が協力したと語った。ナスルンラーフは、ヒズボラ戦闘員がシリアで聖戦の義務を果たして死亡したとも語った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。